らっしゃいませ。マイケルズ厨房のタサです。今日のおすすめはパエリア。それでは材料の方から見せていきます。玉ねぎ、パプリカ、トマト、ニンニク、グリーンピーズ、人参とコーンのミックスベジタブル。冷凍もんでも大丈夫です。お米、鶏ガラスープ。鶏ガラスープは私の5番目のビデオで作り方見せてるので、そちらの方を見てください。エビ、エビの殻、イカ、アサリ、ソーセージ、サフロン、カヤンペッパ、パプリカパウダーと塩コショウ。材料の詳しい分量はマイケルズチューブのウェブサイトに載ってるので、そちらの方を見てください。最初にエビとサフロンのだしを作ります。それに必要な材料はエビの殻、サフロン、塩コショウと鶏ガラスープ。で、このように深い鍋の中に少しだけオリーブオイルを垂らして中火で温めました。で、オイルが温まったところで、次にこのエビの殻を入れてください。で、少し塩コショウ。本当に一つまみ、二つまみくらいでいいです。ピンク色になってきて、エビのいい匂いがしてきたら、ここにサフロンを足してください。で、鶏ガラスープを入れます。で、これを弱火で20分間煮込んでください。20分経過しました。それではこの殻を取るためにザルにあげます。これ多分ちょっと多いと思うんですけど、ご飯と炊くために必要なのは 500ml なので、これをもう一回測り直してください。次にパエリアの具の支度をしていきます。私が今日使うのはフォルクの銅鍋の 28cm のパエリアパン。特にあのパエリアなどおこげをつけないといけない料理は銅鍋すごいおすすめです。なんでかというと熱がまんべんなく通るので真ん中だけおこげじゃなくってちゃんと端までしっかりおこげがつきます。それではこれにオリーブオイルをひいて中火で温めてください。オイルが温まると次にソーセージを入れてください。ソーセージに色がつくと次に玉ねぎ。で、ここに少しだけ一つまみ塩コショウを入れます。玉ねぎが少し透明になってくると次にニンニクを入れてください。で、ここにもまた少し一つまみ塩コショウ。で、次にお米を入れます。で、ここでまた一つまみ塩コショウ。次にトマトとミックスベジタブル入れてください。材料が全部混ぜ合わさるとパプリカパウダー、カイアンペッパーとまた一つまみ塩コショウを入れて混ぜてください。次にエビとサフロンのだしをこの中に入れるので、もし温まってない場合はそのだしを温めてください。あとオーブンを220度に設定してください。パエリアのこの具をぺったんこにして火を止めてだしを入れてください。この上にエビとアサリとイカとこのパプリカを乗せていきます。アサリを入れる時のポイントはこういう風にこの割れ目のところを上に向けると焼き終わった時に開いた時きれいに中身の具が見えます。次はこれをオーブンの中でだいたい20分から30分焼いてください。25分経ちました。それではパエリアをオーブンから出します。よいしょ。で、最後にこれを中火で3分ほどストーブの上で温めてください。焼き上がりました。中身ができてるかどうか、ちょっとフォークで真ん中の方を見てチェックしてください。で、この最後の仕上げにエキストラバージンオリーブオイルを上から少し垂らします。とレモン汁。で、色付けにイタリアンパセリを。パエリア出来上がりです。ぜひ作ってみてください。Enjoy!